続きまして、アシカリです、この物語は別れ別れになった夫婦がまた再会して絆を結ぶというもので、妻はですね、高貴なうちに、この別れ別れになった後、高貴なうちに使われてですね、3年後に生活が安定をして、そしてお付きの者を連れて自分の故郷に帰ってくるんですね。で、一方その夫の方は、ずっとその地元で、足借りですね、足を借りして、それを売りながら、非常にその貧しい生活だけれども優雅な生活をしているということで、でその帰ってきた妻がですね、立派になって帰ってきているので、夫は隠れるんですけれども、まあまあそうは言わずにということで再会をして、で2人揃って都の方に帰っていくと、こういう最終的にはおめでたいお話になっていますが、大山康信さん、舞台は今日で2回目ということですので、まだ割と新人の方ですけれども、ご覧になってください。よろしくお願いします。